ビジュナビをご覧の皆さん、マイクレッドンズです。この度マイクレッドンズ第3期に入り2枚目のシングルタイトルを司くんファクトイズストレンジャーザブレイク最高や最高や自分よう言えたな、はい、ありがとうございます。サブタイトルはザ・サードいや違いますつけないでください。サブタイトルないんでないないですないです、はい、珍しくないですよね今回ちょっとあの本タイトルの方が長かったそのファクトイズストレンジャーザフェイクという曲を発売します。カズエ君、今回なんか楽曲の推しどころとか何かありますか？そうですね、今作は僕が人生で書いた中でもトップクラスに重い曲だと思います、うん、ひょっとしたら一番重い曲になってるかもしれないですね。はい、なるほど。天野君、これ今回なんか気をつけてレコーディングしたとか何かありますか？いや、気をつけてというところは逆にあんまりなかったですね、うん、むしろなんていうんですか、激しいサウンドの上に乗せる歌だと思ったので、あ、思いっきりもう思う存分にストレートにいきましたね、はい、レコーディングでは。ズル君は？そうですね、激しさと感じでした感想、うん、あ、はいはい、まあ結構このガイドだったので、ぜひ聴いてください。そうですね、つかせくん、はい、やっぱりイントロのドカーンとした一発目ですかね。前でみんな打ち抜かれてやってください。うんはい、はい、打ち抜かれてやってください皆さん。個人的にはなんかレコーディングの時に語りの部分を結構注文してすみませんでした。そこ一番こだわってたんでねここもちろんこうしてこうやって歌って電気消そうかとか言いながらね、取り直しましたね、それなんか結構あそこに僕歌詞を書いた時に集約した思いを集約したので、ちょっとニュアンスとか大事に歌っていただいた感じなんですけど、そういった細かいところとかもねぜひ聴いていただけたらと思います。通常版の方にはですねいろんな曲も入ってますので、ぜひぜひそちらの方も買って聴いていただけたらと思います。そしてツアーも始まります。ぜひ遊びに来てください。待ってます。バイバイ。